どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲弾いて歌う弾き語りがモリモリできちゃいますよということで、日々簡単ウクレレレッスン動画を公開しております。今日もレッスン入っていきましょう。今日取り上げたい曲はこちらです。ドン、バックナンバーのハッピーバースデー。こちらの曲をお届けしたいと思いますけども、この曲はですね、もうバックナンバーでももう定番のですね、もう素晴らしい曲でございまして、当然ながらガズレレ YouTube で過去に一回取り上げてんですね。2019年に取り上げていたんで、もう5年以上前になりますね。今見るとね、もう一歩ちょっとやりたいなということで、今回は最新改訂版として2024年版でやっていこうと思います。さあこの曲はですね、やっぱその歌のこのタイミングとメロディーがもう半端じゃないです。もう本当にですね、聞き込まないと、とんでもなく歌いづらいっていうか歌えないんですよ。まず覚える、歌を覚えるところがもう第一歩目です。とはいえ好きな人は歌える気持ちがいいと思いますよ。ボリボリ取り組んでいきましょう。さあ本日は G ラブのブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていこうと思います。ただいま大好評にてこの G ラブウクレレたち大好評大好評販売予約受付期間真っ最中でございます。この8月の予約分まで今までの通常価格となりますので、ぜひ皆さん、この最強最高のオールハンドメイド単板ウクレレ、見てみてください。チェックしてみてください。概要欄に詳細貼っておきます。はい、そしてお知らせ、ドーン、大阪でイベントですよ。無料イベント、誰でも参加できます。ウクレレ持ってきてください。はい、こっちはですねタワーレコードさんです。大阪八尾にあるタワーレコードさんでのイベントなんですけど、この黄緑色の本の発売記念イベントということでございますですね、ぜひ皆さん全国から集まってください。この八尾のタワーレコードはねスクリーンがあるということなんで、でっかくね額写してワイワイやっていきますよ。ここでねこの黄緑色の本買ってもらうとめちゃくちゃいいことがあるんで、ちょっとその辺についての詳細概要欄に貼っておくんで、ぜひ来てください。9月の8日待ってます。はい、そしてこの黄緑色の本を含むこっちの今まで出てたガズレレ本が累計20万部突破、とんでもないことになってます。皆さんありがとうございます。さあこれを記念しましてガズレレフェア開催中です。フェア開催店全国200、何店舗かさんありがとうございます。で、フェア開催しているお店でガズレレ本ゲットしてくださった方には漏れなく全員にミニノートブックプレゼントプラス抽選で3名様に初めてウクレレプレゼントというね、そういうフェアになってます。ぜひよろしくお願いします。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流シンプル簡単バージョンなんですけど、これがまた今も言ったように歌がもうとにかくね、聞いていると心地がいいんですよ。やってみたらわかります。すごいこの言葉のタイミングとメロディーのこの高低差がですね、もうどえらいことになってます。もう、しっかりやってくださいっていうのも変ですけど、聞き込んでしっかり聞き込まないともうちょっとね難しいということで、簡単バージョンでもねこのコード出てきます。 F 星です。これどういうコードかというと、 F 入門コードのうちの F と入門コードの C を同時に押さえる、これね本当は F マイナーというコードを使いたいんですけど、これ簡単上は初心者の人難しいんで、 F と C のところ、これでもいいし小指でもいいし、なんとかこれで F マイナーのコードを表現しようということで、 F 星ガズレレならではの星がつくコードでやっていこうと思います。で後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはもうね、リズムとかうねりもういい感じで再現しております。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の大好きな曲を聴いてたのがやるに変わるわけですから、ぜひガズレレで音楽始めてください。さあそれではレッスン入っていきましょう。バックナンバーハッピーバースデー、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。
くだらない話は思いつくのに、君を抱きしめていい理由だけが見つからない。ああそうか、そうだよな、ハッピーバースデー片思いの俺、このまま今日が終わり明日が来ればいつになっても縮まらないこの距離を、駆け引きにも繋い気にもならないやりとりを、もっと単純な名前で呼んであげられるよ。何一つ割れないけど、くだらない話は思いつくのに、君を抱きしめている理由だけが見つからない。ああそうか、そうだよな、ハッピーバースデー片思いの俺、ハッピーバースデー片思いの俺。バックナンバーハッピーバースデーカズレリューシンプル簡単バージョンやってみました。いやー演奏はですねゆったりで、結構簡単にできるとは思うんですけど、やっぱり歌ですね、言葉のタイミング、まずこの歌い出しからしてね、なかなかすごいですよね。こう行ったり戻ったりが、これがバックナンバーなんですよ。行ったり戻ったり寄せたり返したりするさざ波みたいなメロディー、これを掴むのがですね、なかなかこう面白くもある深いところでございます。ぜひじっくり聴くんでやってみてください。で今のはもちろんガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。一番のサビまで全部やった後にブリッジパートをやって、もう一回ね特徴的なもう最大のサビをやって、エンディングハッピーバースデー片思いの俺を繰り返した、そんな感じになっております。まずはこのガズレレバージョンで全てを網羅していただいて、フルコラスいずれやりたくなった時にはこの今のガズレレアレンジのコードを参考にして歌詞を書き加えてオリジナルの曲を作っていただくのもいいと思うんですけど、ひとまずはガズレレバージョンで練習してください。これでもかなりゆっくりやるとボリュームありますからですね、はい、十分なもうね パワフルな感じを味わっていただけると思います。はい、そしてね1個目のゴール設定としては、今やったガズさんの簡単バージョンの演奏と合わせられるように練習していくといいと思いますね。ガズレレのコードには歌詞とコードが出てますから、それを見ながらねガズさんと一緒に練習してみてください。で一緒に合わせられるようにできたよという方、ここまででもかなりねレベル高いと思うんですけど、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを乱して音楽を乱す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、とはいえ歌詞とコードを全部マランキするのってなかなか難しいでしょうから、やっぱりそんな時は楽譜がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も演奏して覚えちゃって、いずれは夕日に向かって大空に向かって歌う、こんなのが素敵だなというふうに思うんですけど、でも楽譜って今ガズさん言ったけど、楽譜ってどこにあるのという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今ね、演奏した楽譜、演奏したのはね、このガズの手書きノートを見ながら今演奏していったんですよ。こんな感じです。はい、これこのハッピーバースデーですね。はい、これねなかなかすごいことになってる言葉が、はい、これもうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみりゃいいじゃんっていう風にシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。
ください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとね、ハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円で、なんと、毎週2回、ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでね、リアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのとこみんなで、わーわーやってやろうということで、やってます。過去のね、レッスンとか講義も全部ね、見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと、毎朝7時半から、スタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でも、いつでも、どこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと、概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは、楽譜の方を見ていきましょう。はい、改訂版、最新改訂版のハッピーバースデーバックナンバーです。はい、かなりこれもちょっとコードのね、前回とはちょっと違うところも出てきたりするんですけど、見ていきましょう。はい、イントロです。イントロだけワンブロックちっちゃくなってるんで、ちょっとご注目です。で、ここがね、ポイントです。2拍っていうところが出てくるんですよ。さっきテロップでも、簡単バージョンのところにも出てたんですけど、ここだけ、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2で、G7 ワンブロック伸ばす。ここがちょっとポイントになってます。はい、こんな感じで、画面に映しておくんで、皆さん、お時間ある時にノートとかに書き出していってください。ほんでね、ここの下にくるっと囲ってるコード4つとか、違うコードとかね、ここにもコード違ってますけど、これかっこいいバージョンではこのコードを押さえますよということになってますから、そこをちょっと最初にね、お伝えさせていただいて、こうやって映しておくので、一時停止でイントロから AB ぐらいまで書いていってください。はい。で、今紹介させてもらったガズクラブで、この今映ってるガズの手書きノートのデジタルデータをお手元にダウンロードしてご活用いただくのもめちゃくちゃおすすめです。ガズのノートの特徴は、この言葉の上に点とか V とかこれついてるんだけど、これ言葉のね、リズムがわかるんですよ。やってみましょう。せーの。いつの間にやら日付は変わって、うん、なんで、うん、年って取るんだろう、みたいな感じですね。これがめちゃくちゃ役立ちます。あとは歌詞カードには出てこない、この伸ばすところ、言葉のこの伸ばすところ。これめちゃくちゃ今日のね、ガズノート最強ですよ。これね、めちゃくちゃヒントが詰まってるんですよ。で、よく見てもらいたいんですけど、もう、めちゃめちゃ言葉多いでしょ。これをね、ささみ並みのように歌っていくのがバックナンバーの面白さでございます。はい。まあ、そういうわけでね、ガズクラブで、楽譜でゲットでしていただけるのもいいと思うんですけど、お時間ある方は写しておくんで、書いていってください。一時停止。まず B メロまで。はい、そしてサビ。サビからブリッジパートまでいけちゃうかな。このサビのこの言葉の詰まり具合見てください。なかなかすごいこと。で、これね、キーがね、原曲よりちょっと C でやると高くなっちゃうんですよね。男性でもかなり高いくて、もうガズさんももうね、高かったですけど、女性だとどうかな、ちょっと、そんな感じはあるんですけど、まあちょっとね、ガズレレではいつもね、この C のキーで弾きやすいのを優先にしてますんで、それちょっとトライして、まずはね、全体像をつかむ。これがいいと思います。あとはカップを使ってうまく調整していただくのもいいと思うんですけどね。はい。このブリッジパートのところの言葉もなかなかこのリズムがすごいんですよ。今日ヒントめちゃめちゃ詰まってますからね、この言葉のタイミング。はい。で、こんな感じかな。ここまでブリッジパートなんですね。ここシンコペーションマーク。かっこいいバージョンでここちょっとリズムを食い込んでくるよ、ということです。はい、そして、ここまで来たらまたサビに戻る。はい。はい、ここに戻りますね。はい、ここ戻って、で、最後ハッピーバースデー、片思いのお礼やって、シレは。こんな感じがガズレレアレンジになっております。さあ、出てくるコードを見ていきましょう。これさっき言った F 星。はい。で、ここは本当はこの F マイナーっていうコードを使いたいんだけど、これかっこいいバージョン では出てきます。なんでこれ後で解説するとして、今やった簡単バージョンでこんだけのコードが出てきます。言っていくと C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7に F 星ですね。ということで、だから9個のコードですね。はい。で、これね、今この F 星以外のこのね、コードは、ガズレレではもう超入門クルーコードのグループ、安心のガズレレ必須コードのグループなんで、これ覚えちゃってください。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。はい。これね、10個もあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たらめっちゃ簡単。だけど、いっぺんにどんどん10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるので、私、ガズが皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に貼っとくので、ぜひ、ガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、それに加えてさっき紹介した F 星ですね。F 押さえて C。薬指でもいいし、小指でもいいですよ。
ガズさんは小指ですね。小指。はい。で、これ本来は、ちょっとこのままかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、F マイナーというコードを使いたいです。F マイナーの方が響きはもう当然いいんです。こういう、いい響きなんですけど、これ押さえる場所は、こことこことここなんです。これ初心者の人押さえづらいですよね。こう。あるいはこうです。親指。ね、人差し指ここなんですけど、これウクレレ持つ位置が低い人は親指を使うと便利、ウクレレ持つ位置が高い人は人差し指が便利ということですね。 F マイナーはめちゃくちゃね、質問が多いコードなんで、概要欄に F マイナーの徹底解説動画貼っとくんで、研究してみてください。でこれでかっこいいバージョンはさらにね、とろけちゃう響きを表現していこうというふうに思いますね。でここからかっこいいバージョンのリズムの解説いこうと思うんですけど、まずね、ちょっとかっこいいバージョンに行く前にやっぱりね、歌ですよ。歌これ相当聞き込んで行くしかない。まず A メロのところも、いつの間にやら日付は変わって、なんで年って取るんだろう、母性は伸びないくせ。ここもね、今さーっとこう歌えるようになったんですけど、このね、ほんと寄せては返すさざ波みたいな、このね、つかめそうでつかめないんですよ。このバックナンバーのメロディーっていうのが、これがですね、つかめちゃうとつかめるんですけどね、なかなかこれは染み込ませるの、面白くもあるんですけどね。で、サビもね、くだらない話は思いつ、ここめちゃくちゃ高いです。音程がもうすごいです。で低いとこも出てくるんだけど、これ A メロの最初はさ、いつの間にやら日付は変わってって結構低いですよ。だけどサビになると、くだらない話は思いつくのに、めちゃめちゃこの低いところから高いところまで出るこのレンジが広いっていうかですね、まあとにかくすごい曲です。ぜひ皆さんじっくりものにしていってください。じゃあここからかっこいいバージョンのリズムの弾き方、今日出てくる弾き方こちらです。アルペジオ16ビート16ビートのチャ頭打ちカッティングということで、展開していこうと思います。これなかなかすごいですよ。一応今映ってる弾き方のリズムの解説概要欄に貼っときます。そこのねリンク先に行ってもらうと、今映ってるリズムの濃厚解説レッスン動画で、分析して解説してる動画にたどり着きますんで、そこでやってもらいたいんですけど、今ざっと説明しますわ。ちょっと流れでいきましょう。イントロって2回繰り返すんですけど、1回目は16ビートがいいと思います。チャが入んないの。そうすると、でん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 。F マイナー、あ、違う、F だ。でんでん、次で F マイナー。でんでん、でんでん、でんでん、でん。これ優しく弾いてください。1回目のイントロは。で、こっから、2回目のイントロに入るんですけど、こっから16ビートのチャです。でんでん、でんでん、でんでん、でん。だんだか、チャカチャカ、だんだ、かっこいいよ。でんでん、でんでん。2拍、1、2、G7、2、3、はい。こんな感じで、イントロをやっていこうと思います。でね、この16ビートのチャなんですけど、今日サビも16ビートのチャなんですけど、このバラードのゆったり感ある16ビートのチャ、皆さん分かってると思うけど、これが難しいっていうか奥が深いリズムなんですよ。 C でやってみると、ドンッタカツタスタスタタカツ、こうゆったりね、ドンッツタスタスタ、サビのコードをやると、ドンッタカツタカツタカカツタカツタカツ、溜めてね、どっしりゆったりいきたい。だから手首柔らかくして体で大きく、ドン、タカタカ、ドン、タカタカ、ドン、すごいこうどっしりいきたい16ビートのチャなんで、全体的に16ビートとかそれでやってください。で、A メロの最初はね、伸ばすの。いつの間に、これがね、かっこいいから。で、A メロの後半で、着信の音でからアルペジオ。着信の音で飛び起きたい。アルペジオ、これいいですよ。まあ、アルペジオ、今日はね、ここしか出てこないんだよね。まあ、なんだけど、ここですごくこう存在感を放つリズム一回ちょっと落とし込んで、A メロは落とし込んでおいて、で、B メロ、何かの手違いで、ここもまあ、イントロの前半と同じ16ビートでいこうと。チャが入んない。何かの手違いで、好きになって、ワンブロックコード4つだよ。どうにも、君のいない場所、空気が、すーってさ、伸ばして、サビ。ここで、こうサビだから、16ビートのチャでこうドーンとボリュームを上げて、メリハリですね。抑揚。だからイントロから説明すると、イントロの最初は16ビート優しくやって、イントロの後半で16ビートで盛り上がって、A メロの前半は伸ばすだけ。で、A メロの後半はアルペジオでちょっとこうボリュームアップして、で、B メロで16ビートなんでまたちょっとだけボリュームアップして、サビでドーンです。この抑揚ですね、こう。上がって下がって、このドラマ性もリズムで作っていきましょう。で、この後なんですよ。ポイント。今日一番ポイント。ブリッジパート。このまま今日が終わり、明日が来れば。ここはね、頭打ちのカッティング。これが今日一番リズムとしては、なんていうか、ハイレベルです。やってみましょうか。せーの。このまま今日が終わり、明日が来れば。
んな感じです。ダーッと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 最初にダーチャカダーチャカですね。ダーツクダーツクダーツクツクはカッティングです。ダーツク、どこでもいいんで触って触れてください。押さえちゃダメですよ。このカチャっていう音を使います。触れちゃうと音出ちゃうからね、力入れちゃダメですよ。触るだけ。はい、これでダーカカタカカタカカタカ、こんな感じです。ちょっとワイルドな感じでできるといいと思うんですね。このまま今日が終わり明日が来ればいつになっても縮まらないこの距離を、こっから16ビートになっちゃう。影響にもない気にもならないやりとりを、こんな感じで雄大にいきましょう。はい、でこれの一番最後のところに行って、まだその後行く。もっと単純な名前って呼んであげられるよ。次注目ですよ。何一つ壊れないって、今の矢印マークついてる、これシンコペーションって言ってリズムがズコーンと前に食い込んでるパターンですけど、これ16ビートのシンコペーションって2つあって、大きいシンコペーションと小さいシンコペーションっていう風にガゼレレで言ってるけど、ここでのシンコペーションは大きいシンコペーションですね。何一つ壊れないドーダウンでシンコペーション、ドーンスクタカツカとダスタタカ G7 タカツカツダスタチャカタ、こんな感じです。ここがかっこいい。でサビに戻る。はい、そうそう、ダラライってやって、サビを全部やった後に、最後にハッピーバースデー片思いの俺伸ばして最後エンディングということになります。いやー深いですよこれは。でしかもリズム、このかっこいいリズムで、さっきも言ったけどこうドラマ性を持たせて、リズムでもこの抑揚、このストーリー性を持たせて、そしてあの歌を歌うわけですから、あの歌を歌っていくわけですよ。しかもでもやっぱ歌を歌えるやいいとかじゃなくて、やっぱり感情も乗せたいですから。歌詞の内容、これはもうなんか説明ですよね。なんかもう本当にね、まあ、男の子のね、弱さっていうのかな、そういうのがうまく表現されてるなというふうに思いますけど、まあそんな気持ちとともにやっぱ歌うのがポイントになると思います。歌詞をやっぱり読み込んでね、あのミュージックビデオもね、あの僕も見ましたけど、やっぱりその世界観よく出てるなという感じで、そんなのもこう全部ギュッとこうまとめて演奏に持っていきましょう。さあそれでは、じっくりと、これね、すぐにはできないよ、時間かけて取り組んでもらいたいですけど、やっていきましょう。バックナンバーのハッピーバースデーガゼレー流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4。Happy birthday to you.
つ思いの俺。せーの、バックナンバーのハッピーバースデーガゼレリウかっこいいバージョンやってみました。いやー、このダイナミックですよね。この強弱っていうか、このすごく優しいところがあったり、ドーンと来るところがあったりとか、もう激しいリズムがあったりとか、やっぱ一曲の中ですごくこう気持ち、人間の心がこう溢れてるかなというような、そんなね、もう内容盛りだくさん、これはすぐにはできない、これもまたじっくり取り組んでいきましょう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールは無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com、 このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。